旗の台駅は東京都品川区旗の台2丁目にある東急電鉄の駅である大井町線と池上線が乗り入れており、相互の乗り換えが可能である。開業当初、当駅は目黒鎌田電鉄大井町線の東専属駅と池上電気鉄道の旗が丘駅に分かれており、乗り換え駅ではなかった。前者は現在より百七十メートル二小玉川より、 校舎は210メートルボタンだいりにあった。大井町線と池上線は立体交差しており、上部に大井町線の島式ホーム2面4線、下部に池上線の相対式ホーム2面2線のホームを有する。駅は斜面にあり、大井町線ホームは二子玉川方はほぼ地平だが、大井町方が高架となっている。池上線ホームは斜面の下部に斜面に沿うように設置され、 蒲田方で大井町線の高架をくぐっている。同線上下ホームと大井町線ホームはそれぞれエスカレーターとエレベーターで連絡している。乗り換えサインは大井町線ホーム池上線、小反田方面ホーム間が赤、大井町線ホーム池上線、蒲田方面ホーム間が青で、エレベーターのドアや階段、エスカレーター入り口外側に施している。改札口は 大井町線の高架下に1カ所と池上線の上下ホーム五丹田方に1カ所ずつの計3カ所が設置されている。定期券売り場は池上線五丹田方面の駅舎の入り口右側に設置されていたが2009年11月30日をもって廃止された。大井町線ホームは2008年3月28日に実施された急行運転開始に伴い二面四線となった。 改良後は3.6番線が、大飛線で4.5番線が本線となり、当駅に急行が停車して、終日環急接続が行われている。池上線は、隣の荏原中延駅が、地上駅時代だった頃は、五反田方に上下渡り線が設置されていた。これはかつて五反田旗の台間で折り返し運転を行っていた頃の名残で、 旗の台を折り返し運用が廃止された後も渡り線は撤去されずに非常用設備として残り運行障害などで旗の台五丹田間または旗の台蒲田間が長時間抑止された際にこの渡り線を使用して折り返し運転を行っていた。しかし、エ原中信駅が1989年に地下駅化された際に撤去された。大井町線ホームは 4番線と5番線が主本線、3番線と6番線が対比線である。田園都市線の混雑を緩和するために、大井町線に都心までのバイパスルートとしての機能を持たせる改良工事の一環として、当駅についても改良工事を施行した。2002年1月に着工。同線の急行運転のために当駅を急行対比可能な構造の2面4線とし、 また合わせてにエスカレーターエレベーターを設置し、バリアフリー対応の構造とするものである。なお、大井町線改良工事当初は当駅の改良は含まれておらず、2000年の計画変更で新たに改良に含まれた経緯がある。2008年3月から共用を開始した。2012年の改装によって、池上線ホームは、大井町線との乗り換えがスムーズにできるように、に、 数メートル移動された。大井町線ホームについては急行の7両編成化のために延長工事が行われている。2017年11月からは、気になるリニューアルと呼ばれる改修に着手しており、先行して完了した戸越銀座駅に続いて、木造のホーム改良が行われている。1960年代の改良工事。 計画改良工事の計画そのものはこれ以前の1960年代中頃にも存在しており、東京急行電鉄が発表していた当時の工事計画によると、当時の名称であった田園都市線と池上線の両線間に連絡線を設け、その連絡線にもホームを設置するものであった。これは当時と営地下鉄六号線への直通運転計画が存在していたことに、 関連してのものであったが、その後の計画変更で、直通運転計画は取り留めとなったため、この改良計画も中止となった。改良工事前かつての当駅は3.4番線も、相対式ホームで池上線ホーム1.2番線からの連絡階段は4番線と直結するのみであった。池上線から大井町線自由が丘。 二子玉川方面に向かうには一度四番線のホームを経由し、再び階段を上下する必要があり、バリアフリーにも全く対応していなかった。これらの問題点は、駅改良により解消された。また、四番線の二子玉川よりには、北口改札も設置されていた。近年の1日平均乗降人員は、下記の通り。1日平均乗車人員は、下記の通り。 源の頼信が、平忠次追悼の際にこの地で旗揚げをして、祠に戦勝を祈願したところ成就した古事による。この祠は後に、旗岡八幡神社が祀られ、地名も江原郡江原町大和中信小崎が丘で、池上電気鉄道開業時に設置された駅も、旗が丘駅だった。旗の台は、大井町線の東千束駅と池上線の旗が、 岡駅を統合した時に誕生した駅名であり、1965年の住居表示実施の際に、地名も駅名にちなんで、旗の台と名付けられた。2011年12月3日には統合、解消の60周年を記念して、記念入場券が発売された。ありがとうございます。